巨人が育成で取ったというのはどういう意味ですか？育成で取ったっていうのは、とりあえず育成で取って、はい、おそらく良かったらすぐ支配下に、はい、だってこの年を育成で取るっていうよりも、ね、やっぱ様子を見たいということで、まあ俺は三上を使えると思う。巨人これはなぜかというと、ある程度の変則と癖玉なんだよ。左にね、ナチュラルでカットしていく、はい、これは左バッターは嫌だと思うよ。一時期良かったっていうのはボールに力もあったし、コントロールもそこそこあった、うん、で悪くなったっていうのはやっぱクリーニング手術というか、ね、まあ、疲労もあったし、はい、ボールが多少いかなくなったのと、やっぱコントロールが甘くなってる、うん、ここさえクリアになったら、はい、また元の三上に戻れるぐらいのものは俺は持ってると思う。